備前陶器鎌跡は、岡山県備前市伊部にある、室町時代後期から、江戸時代末期にかけての鎌群の跡。国の史跡に指定されている。鎌跡は、備前市、伊部地区の伊部南大鎌跡、伊部西大鎌跡、伊部北大鎌跡の3カ所からなる。もともと、伊部南大鎌跡のみが、昭和34年に、国の史跡に指定されていた。また、伊部西大鎌跡と、 イベキタオ,オカマートは、ビゼン氏の史跡に指定されていた。平成21年2月12日に、イベニシオ,オカマートと、イベキタオ,オカマートが、追加指定され、指定名称が、ビゼントウキカマートに変更された。鎌倉時代より生活の変化から日用品に固く、強い実用的な器が求められるようになり、それに合致した、ビゼ焼きは壺、亀。 すり鉢などを生産するようになった。現在の岡山県周辺や近畿地方などで流通していたものが人気となり、次第に全国に販路を広げるようになった。大釜が畜養されるまでは、浦院部や熊山の山中に小型の釜が散在していた。しかし備前焼は大量生産の必要性が高まった、ため、室町時代後期より共同用として山麓に大釜が畜養された。 桃山時代に盛んになった茶の湯において素朴な味わいの微然焼きは陳調されるようになり、桃山時代から江戸時代初期に大釜は最盛期を迎えた。江戸時代、岡山藩に池だけが入部すると大釜は藩の管理下に置かれた。江戸時代中期以降、各地で陶磁器が焼かれるようになり、微然焼きの販売は次第に減少し大量生産の必要性がなくなった。 また、藩の保護も次第に減少した。このため、江戸時代中期以降、釜の維持管理が負担となっていった。そして、江戸時代後期の天保年間に、天保用と呼ばれる小型で効率の良い融通用が、できると、大釜は衰退し幕末に終焉を迎えた。JR 赤江線、伊部駅の南方、約200メートルの蚊や原山北録に位置する。東洋中央洋。 西洋の3基からなる。釜の周囲には破損品や釜道具を廃棄した物原がある。東洋が最大で、全長約54メートル、幅約5メートルで全国の釜の中でも最大規模である。中央洋は全長約30メートル、幅2.3メートルである。西洋は全長約31メートル、幅2.8メートルである。釜は、 山の斜面を少し掘り下げ、その上にアーチ型に天井が乗ったトンネル構造となっていた。天井を支えるため土の支柱が設けられていた。西洋のさらに西には、天保11年頃に築かれた天保用の釜跡があり、明治18年から19年頃まで創業していた。全長約18.5メートル、幅約4.5メートル。また、かや、 原山の中原の標高70メートル地点には、全長約4から5メートル、幅1メートル弱の平安時代の小さな釜跡が見つかっており、古くからここで陶器が焼かれていたことがわかる。ここでは主に、壺、亀、とっくり、すり鉢などの日用雑器類が焼かれた。他にも、大亀や茶器、牡蠣なども焼かれた。一度に3万4から5千点を焼くことができ。 小生には35日程度を要した。1回の小生に必要な焚き木の量は1万5から6千0であった。昭和34年5月13日に国の史跡に指定された。イベ駅の北西約600メートルの養蚕登録に位置する。現在、3基の釜跡が確認されており、最大の釜は全長約40メートル、幅約4メートルである。 南大洋と同様に主に、壺、亀、とっくり、すり鉢などの日用雑器類が焼かれた。他にも、大亀や茶器、牡蠣なども焼かれた。昭和51年3月21日、備前西岡マートとして、備前市の史跡に指定された。その後、平成21年2月12日、国の史跡となった。 イベ駅の北約300メートルの不老三南六、インベ神社の周囲に位置する。現在、4基の釜跡が確認されている。そのうちの1基は、天神神社から、インベ神社へ至る道によって分断されている。この釜跡は、桃山時代の畜養と推定されている。他の3基は、インベ神社の北西斜面に並行して、築かれている。このうち最も北西の釜は、 全長約47メートル、幅5.4メートルと確認されている。この釜は、江戸時代後期の書物、小井べ神伝六に、室町時代前期の応援年間に存在していたと書かれている。しかし、出土品を見ると、室町時代後期より、以前のものは確認されていない。北大王も南、西大王と同様に主に、壺、亀、とっくり。 すり鉢などの日用雑器類が焼かれた。また他にも、大亀や茶器、柿なども焼かれた。江戸時代中期の教法5年北大王の老朽化による改築が余儀なくされたが費用が捻出できず、釜を3分の1に縮小したいとの嘆願書が、藩に提出されるまでになっていた。昭和46年10月6日、備前北大釜跡として、備前市の史跡に指定された。 その後、平成21年2月12日、国の史跡となった。ありがとうございます。